田はクリステルさん、会社の先輩ですね。すごい人手なんですよ。見てください。もし一緒にやりたければどうぞ一緒にやりましょう。ちょっと少ないですか。大丈夫ですか。初めてニュース読んだ時より緊張してます。ワールドバズチャンネル、今日はですねフランス大使公邸にお邪魔しております。ボンジュールフランスオープニングセレモニーが行われるということで今日こちらにお邪魔しましてですね、今回ドレスコードがあるんですね。パリジャンシックということで、私これネクタイトリコロールカラーつけてきました。これで通用するでしょうか。大丈夫ですか。まあ大丈夫だとは思うんですけど、ちょっとパリジャンシックっていうのはあんまり分かってないんで。パリジャンシックがね、で実はですねちょっと不安だったんですよ、はい、で私もう一個用意してきました。おパリジャンシック、実はここにチーフがあるんですけど、ここもちょっとトリコロールカラーのこんなのにしようかなと思って。いいですか、これこういうの今回買ってきましてですね、フランスの、地図、トリコロール地図をね。あ、ちょっとハマってないですか。いやいやいや、やりすぎました。僕はいいと思うんです。いいですか、はい、ちょうどね、パリがここですか、セーヌ川も綺麗に流れていると。なるほど、そういうのを準備していただいて。始まりますね。どんどん人が集まってきましたよ。フランスを愛する人たちの熱気が来ますね。ちょっとね、早速ではございますが、今夜の記念すべきオープニングセレモニーに際し、豪華なゲストの皆様がお越しくださいました。今夜のゲストの入場です。ゲストが出ます。ゲストがいらっしゃいます。大きな拍手でお迎えください。いやすごいですね、道を作ってますよ。滝川クリステルさん、会社の先輩ですね。日本とフランスの親善の架け橋として大活躍されています。ここみ様、おもてなしですよ。グループ奏者として大活躍、昨年リリースされたアルバムメランコリーではフランス人作曲家の魅力を取り上げ、ご自身のフランスへの愛を表現されました。すごいですよ。フラン様、現在日本で最も影響力のあるパリジェンヌ、モデル、インフルエンサーとして大活躍をされています。パリジェンヌ初めて僕見ました。クララ・ボダン様、ボダンさん、モデル、女優、起業家、そして準備した方がいいですか。わかりました、準備 しましょう。マントを着て3分ぐらいしか経ってないんですよ。もう一つのタッコは切ってるから、この瓶は割れてるところだから、これでバーンとゴルフと同じでサッていけばボーンと飛んじゃう。いや大丈夫、そこまで行かない。わあ、うまい。おお、一応大好きだから。おすごい。だから本番でやるときは 1,2,3 でバーッと日本でやりますから、もし一緒にやりたければどうぞ一緒にやりましょう。ちょっと僕も一本持つんですか。ういないですか、大丈夫ですか。本当にやるんだ、来たな。緊張します。しますね、ちょっと思ってるより早いですね、来る時間。あれ
これがちょっと難しいと思います。俺どうやって入場するの？普通についていけばいいんですね。わかりました。皆さん、今日の、ボーショーフランスの、イベントで、このイブニングでぜひ、お手伝いしてください。ありがとうございました。メッシーボッキー。ありがとうございます。すごいゲストでしたね、それにしても。回答どうもありがとうございました。それでは参ります。どうぞ。ただいまより2024年ボンジュールフランスが開幕いたしました。アンドゥとは。初めてニュース読んだ時より緊張してます今。サーブルドール騎士団の皆様がお祝いにお越しくださいました。来た。絶対無理ですよ。このぐらいで飛ぶんですか？これで飛ぶんですか？ここから始まりますからね、僕のパリオリンピック。成功です。しかも団長は上がっちゃいました。すごくないですか？できました。緊張した。サブラージュした自分のね、この注ぎ口ですよ。へー、いただきます。10倍も美味しい。最高です。こんな嬉しいことはないですよ。いや本当になんかこう達成感の美味しさもありますね。いや良かった。もうみんな見てましたもん。はい、先輩がすごいね。でもね、あまりに人混みで見られなかった。音だけ聞こえた、シュパーンっていう。すごい、ガラスがこんなになっちゃうの？そうなんです。あ、私インタビューしていいんですか？あ、いや、僕がインタビューする側ですけど。でもすごい凛々しくて、立ち姿もかっこよかったです。あ、大丈夫でしたか？はい、ステージ上でめちゃくちゃ映えてました。よかったです、はい、凛々しくてちょっと緊張して見えたけど。緊張しましたよ。あれって入場した時に若干の緊張感が。どういう顔していいか分かんなくて笑顔じゃないなと思って。先輩は今日はどういう？今日はですね、以前ボンジュールフランスで取材をさせていただいたんですよ。有明でしたよね。サンテ、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。あー美味しい。サンテ。何回目か分かりませんけど、ね、サンテ、ありがとうございます。トリソは美味しいな。イベントに行かせていただいて、でその時に、まあ、延々飲んでいいロケだったんです。でその飲みっぷりが素晴らしいってことで。あ、そこからですか？ご招待いただきました。今日は部長も一緒に楽しみたいと思います。はい、私は、はい、ひたすらね、楽しそうなお飲み
張るので。ありがとうございます。はい、でもそういう会ですよね。いいですね。ピープル生活様式を丸ごと楽しんでいいですよっていう趣旨だと理解しましたので。僕もじゃあその言葉に甘えていっぱい飲んじゃおうと思います。フランスはいいですね。